ヨーコさんのこれからの目標なんですか。なんかもっとしんみり聞いてよプロ雀士が集う隠れ家麻雀遊戯バーへようこそ。さあ麻雀遊戯バー、続いてのお品書きはこれからの目標ということで、そういえばあまり文子さんにこの先こう長いスパンでどんな目標があるのかとかちょっと聞いてなかったなと思いまして、ちょっと三浦さんもね目標あると思いますし、合わせてお二人のこれからの目標を聞いていきたいなと思っております。麻雀遊戯王手桃子から私からってことなんだ。だから一回も三浦桃子のいいとこ聞き出してそうですよ。もう文子さんが喋るだけ喋ってね射程度しちゃうよ。喋りたいこともあるでしょう。かわいそう。私はあのジャン王になりたい。おお、なるほど。はい、女流ジャン王じゃなくて普通ジャン王。どっちもどっちも、うん、かっこいい。ああ、ありがとうございます確かにそれはでもね、強化にせっかくね映ってますしね、うん、多分目標としてありますよね、うん、ってことはもちろん文吾さんだってジャムになりたいっていうことでいいですか。もちろんです。いや、それはそう。いや、それはそうです。私だってジャム戦男女混合リーグ出てますもん。今のポジションからジャムになるとしたら最短どれぐらいかかるんですか。ストレートで行ったらなんか8年ぐらいかかりそうですね。どれぐらいかかるんですか。青はストレートに行ったら5年ぐらいのところですね。さすがそうなんですよ。ここちょっとここはちょっと離れてるんですよ。やっぱ入会期が違うんで。 あれでも同じリーグっておっしゃってませんでした。あ、それは女流リーグです。なるほど。ただ女流ってめっちゃタイトル戦が多いじゃないですか、うんうん、だからジャンプアップがあるんですね。女流だけのタイトル取って、うん、なんか B2 ぐらいに行けたりとかがあるんで、うんうん、そういうのがあればもうちょっと短くいける、うん、なるほど。いやでもね、桃子のいいところはちゃんとリーグ戦もなんか他団体のタイトル戦も、うんうん、みんなが仕事がある、ゲストがあるって言い訳にして出ていない、うん、そのアマチュアの方とも一緒に打てるワンデーの大会、日本プロ麻雀協会のチャンピオンロードっていう大会にも全部出てるんですよ、うん、しかもエントリー費払ってちゃんと、まあ、ゲスト側、ね、そう、ゲスト側じゃなくて自分でエントリー費払って出てるんですよ。すごい。あ、でほぼフルエントリーみたいな。そう、出られる大会、出られるのは全部、はい、最強戦とか最強戦も出てるんですよ。だいぶ前に開催しちゃった。そうそうそう、よくないですか。よくないですか。当たり前って言われたら当たり前なんですけど、それをやっていないプロの子たちっていっぱいいるじゃないですか、うん、やっぱ生活のために、うん、あの土日はゲスト料の高いゲストに行く、うん、っていう子たちはいっぱいいる中で、その桃子は全部出てるんですよ。はい。そのためのバードもあるね、夕方からとかね、うん、まあ、収入も含めてってことだよね、うんうん、でもなんか私の悪いとこはそのこの大会、うん、今から行ってきますって言わないんですよ、うん、X で。なんで悪いとこなのそれ。え、どういうこと。それだから出てないように思われる、あ、世間からしたら、はい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 、でなんでかっていうと、うん、行くって言ってしまったら勝ち負けを報告しなきゃいけないじゃないですか、うんうん、でもやっぱり勝ち上がっていくのってとっても難しいから、うん、負けることの方が多くて、うん、負けたって言いたくないなってうーん、そうだから何も言わないで勝った時だけ報告してるんですよ。でもそうだとなんか桃子は何にも報告しな、あの書かないから報告しないからなってファンの方とかに言われるんですけど、だって負けたって言いたくないんだもんみたいな。そう、だからそこをちゃんとやんなきゃ。さつきさんは全部書いてる、うんうんうん、めちゃくちゃ印象いいよね、うん、そうそう、さつきまりことか、あと柚塚優里プロ、あ、そうですね、全部出てるじゃないですか、そう、ほとんど、うん、そう、印象いいで書いてる、ちゃんとで過去今日からやろ、今日から、うん、確かに勝っても負けても言ってる方がいいなと思うんですけど、ただその自分のメンタル的に負けたって言って沈んじゃうんだったら、まあ、わざわざする必要もないかなっていう意見もまあ分かりますよね。だってわざわざ自分でへこむようなことしなくていいじゃないですか。でも得じゃん、得なのよ結局。 SNS の使い方が下手くそなさ、うん、プロっていっぱいいるじゃん。くったらないことばっかりさ、ツイートしてさ。え、いますよね。そうだね。本当に、売れるか売れないかって、もうそれだけでわかるのよ。
私ぐらいが見ると。何様なんでしょう。見る目が。まあ、まあ、負けた報告があった方が、応援、まあ、そういう日もあるよねって応援したくなる気持ちはちょっとそそられるかもしれない。もっと良くなる、あなたが吐けば。そうか。ね、めんどくさい。いや、違う、めんどくさい。いや、私負けた日って結構本当に家で一人でシクシクしてんですよ。ああ、シクシクしてるね。みたいになってるから、X とかもあんまり開けないかな。っていうのがあって、あんまり負け報告できない。でも勝った時だけ報告されるのが嫌だから。ちょっとなんか嫌だな。だったら報告ばっかしてた。スピーが教えてくれたね。両方あって初めて勝ちが負けることが多いから、競技としては。え、めちゃくちゃいいこと言いますね。なんで、さすが竹書房本部長。自慢に聞こえないっていうか、さんざんもう負けたってこと書いてあるわけだから。自慢気でいいやと思ってた、勝った時。ああ、勝ったんだから。そう、勝ったんだから。でも負けた人がいるわけじゃん、その裏には。確かに。それがトレードオフで、だから負けたことも書くってことは。じゃあ今日から書けるね。はい、じゃあ今日からやります。一歩前進するために。いいと思う。だってせっかくね、こんなね、いろんな大会出てて、でもそれを知ってるのってほら、まあ、私を含め一部じゃん。桃子はこんなに頑張っていろんな大会に出てることを、私もっと知ってほしいんだよね。このままじゃただのなんかちょっとなんか胸元出してる、ちょっとかわいい、ちょっとかわいい秋田出身の女流プロで終わっちゃう。最近のでも YouTube の、 そのトレンドとかでもそうなんですけど、成功するまでの過程を見せた方が、やっぱ人って応援したくなるというか、みたいな。商品が出来上がりました、販売開始しますよりは、その作ってる過程とかも見せた方が、ついにできたんだね、じゃあ買おうかって購買意欲が上がったりするケースもあるから、まあ、そういうのに近いかもしれない。勉強になっちゃったね、今日。なっちゃった。来てよかった。あの大会主催してる人にも探してもらえるでしょ。嬉しい。一応知名度あるんだから。一応じゃない、知名度あるよ。ありがとうございます。そういう人が参加してる大会でってことは分かるんですよ。いいですね、確かに。特にやっぱそのアマチュアの方が多く参加するさ、チャンピオンロードとかだったらさ、三浦桃子プロ出るの。あ、出てたんだ。そう、嬉しくない？そう。あ、そう思うわけ。じゃあ次も参加しようってなったら協会のためにもなるし。あ、そういうことする。協会はさ、いやー、桃子プロがこうやって拡散してくれてるおかげで参加者どんどん増えてるなって、じゃあまた次も三浦桃子使おうって。そっか、うん、まあ、それは間違いない。そういうのもあったりする。分かりました。いろんな意味でみんな得する。あと自分が一番得する。偉いな、桃子ってこんな出てて。そうやろ、そうやろって内緒持ってればいいよ。わかりました。いい回になっちゃったね。すごいいい回。でも良かったですね、やっぱ目標聞いたからこそ出た。あ、俺にも聞いて。わ、何キロですか、体重。何？体重何キロ？今ちょっとほんと最近増えちゃって。目標でもあるんじゃない？あ、ありますよ。あ、目標体重。目標体重は56。56。うん。はい。今はね、マジ最近本当に、ちょっと前までのオタク訪問では60点いくつとか言ってたじゃん。60.1 とか、まあ、62ぐらいまで。そう、62でしょ、マックス。はい。本当にプク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 太っちゃって今。はい。でもここで公開するのはずっと言ってなかったのに。え、ちょっと言ってくださいよ。65? まで行っちゃって。はいはい、あら。え、待って、こんな話をしたいわけじゃないよ、私は。聞いて、これからの目標聞いて。ああ、わかるじゃん。ロコさんのこれからの目標なんですか？なんかもっとしんみり聞いてよ。バーっぽく聞いて。バーっぽく聞いて。ホシピー聞いて、はい、バーっぽく。いや、文子さんもね、やっぱいろいろ頑張ってきて、いろんな目標はね、出てると思うんですけど、ちょっと改めて聞きたいんですけど、文子さんの今後の目標、何ですか？何ですか？ま、マジでね、はい、本当に、はい、冗談抜きで。冗談抜きで。ここ最近の目標は、はい、自分の店を持つこと。おお、なるほど、うん、それはジャンソーさんですか？そうです、あの、うん、まあノーレートのジャンソーを開きたいなと思って、私やっぱ企画することがすごい好きなんですよ。自分の大会もよくやってるんですけど、まあ、他にもなんかオフ会、麻雀ファンの方たちと女流プロが交流するオフ会をすごい企画するのが好きで、うん、まあ本当にそこにもよくしょっちゅうね、桃子プロにはゲストで来てもらってるんですけど、うん、今もすごくその井出橋論
っていうところで店長がやってて、そのノーレートフリーだったり、その主催の大会とかやらせてもらってて、自由にもさせてもらってるんですけど、自分の城を持ちたいっていうのがちょっとあれですけど、なんかおこがましいんですけど、私なんかが、私が何かあったらもう私が全部責任を取るぐらいの覚悟を持って自分のお店持ちたいって思い始めちゃう。かっこいい。まあでも確かに自分の城を持つっていうのは憧れますよ。なんでだろう、なんかね、その私結構文語散歩とかでもずっと言ったの、現状維持でいい。今もらってるお仕事を、マージェン業からもらってるお仕事だったり、その今やってる飯田橋ロンでもらってるお仕事、収入にも全然満足してるし、ずっと現状維持でいいと思ったんです。だから正直マージャンにもなんかそこそこ熱も入らなかったというか、ダメだなって思われたきっかけはこの間の最強戦、麻雀最強戦でしたね。なんか麻雀も含めてなんか変わらないとダメだなと思って、なんかその麻雀最強戦をきっかけに麻雀に対してもだけど、やっぱりもっとあの自分を追い込むというか、自分のお店を持って追い込みたい。でもっともっとその自分が活躍する場を作るために自分のお店、新しいお店を欲しいって思い始めちゃったんですよ。まあ、どうなるかわかんないけど大丈夫。大丈夫。何が？文吾さんなら大丈夫。信じて。何もできないけど。もうなんかね、そう、やっぱこの間の最強戦はすごい大きかったかもしれない。自分の中、大きかったです。なんかそれよりもあと負けたこともそうだけど、あの最強戦に出ることが決まって。なんか本当に自分が想像している100倍ぐらいの応援の声があるんだなってことに気づいたんですよ。なんか私なんて所詮なんかオタク訪問ペー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 やって、なんかピー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 言われて、ちょっと知名度があるぐらいのなんかあれだと思って、なんかまあただなんかそのオタク訪問出てればいいよぐらいに思われてると思ってた。なるほどなるほど。だけどその最強戦出ることが決まって、そのすごい期待され、勝ちを期待されて、選手としてもあの応援されてることを知って、まだまだいけんじゃんって気持ちと、なんかもっともっと上に行きたいっていう気持ちと、なんかいろいろなものが生まれて、そしたらなんか急になんか心境がどん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 変化していって、やっぱ自分のお店欲しいなって、もっともっとなんか自由に楽しく働ける場所が欲しいなって思っちゃったんですよね。なるほど。じゃあ呼んでよかった。ありがとうございます。賑やかしじゃねえんだぞ。あ、そうそう。別にあのなんかね、貢献してくれるからとか、まあそれもあるかもしれないけど、もうちょっと雰囲気してほしいなって思ったから、麻雀プロとしてね、ちゃんと麻雀に向き合ってもらいたかったから、最高じゃねえんだって。麻雀強くてあの回しができたら、待って、麻雀強くて顔が可愛い、そこそこ可愛くて愛嬌あってバラエティーで超面白くて、麻雀で結果出しちゃって、どうする？今のところね、今のところ5つ中2つぐらいしか達成してない。まあこれからだね。これから、ね、はい、はい、本当に全部叶ったら最強じゃねえか。まあなかなかね、叶えられる人少ないと思うんで、まずバラエティ担当できないんで、ブルーさんしか達成できないことっすね。それは応援してくれる？当たり前じゃないですか。ちょっと軽い感じがする。でもいや、いい幹部じゃないですかね、はい、ちゃんと応援してくれる、はい、もしね、ジャンソンさん開くことがあったらね、多分三浦さんがね、しっかりゲストできたり、はい、もしくはね、ちゃんとお店を支えてくれる存在になるかもしれない。それこそ文語軍団でまとめて間違いないよね。そのために軍団を形成してるんですからね。そうですね、やっぱ困った時に助けてもらえるように今私がどん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 彼女たちをフォローして、まあ本当に分かんないですけどね、全然できるかもどうかも、ただ今のできそうだけどね。できそうですか、できるんじゃないですか。軽くないですか、ちょっと。別にね、麻雀店のオープン自体そんな難しい。あ、そうなんですか。銀行からお金を借りれないとかそういうのありますけど、最初の資金とかがなんとかなるんだったら別にやろうとしてることはそんな難しくないと思います。続けるのが、まあでもそれはもう全部の勝負そうなんで、続けるのが一番大変なんで、その家族にはもちろんいずれこういう風にしたいっていうのを話してて、でももう母はいや、もっと早くやってほし、思ってほしかったみたいな、ね、もっと早く自分のお店を持ちたいって言ってほしかったから、もうお金のことは別に気にせず、
あんたがもしどうにかなった時はまだ私が生きているうちは大丈夫でしょみたいな。で旦那も、まあ、もちろんその資金的なもので言ってたら自分の家のお金を使うことになるじゃないですか、旦那と一緒に生活してるお金を。だけど、まあ、気にせずいいんじゃないって、うん、俺も手伝えるし麻雀ならみたいな感じで、そうすごいなんか協力的なアドバイスとか意見をもらえて、なんかできそうだなって。本当わかんないですけど、うん、早くても数年以内には持ちたいなって。あーでも行けたらいいですね、うんうん。まあ、そしたらね、はい、もう絶対に文語散歩やるからねこのコンテンツを使って文語散歩やめねえやめないですよ、このコンテンツ使って絶対宣伝させるよ文語散歩無料のコンテンツじゃんこれだって大事な宣伝コンテンツ私にとって。もしかしたらマージャン営業の収録は次回からそこでやるかもしれない、うん、それでもいい、それでもいい、うん、それがやってもらわなきゃねオープンした時はね、いや全然それやる忙しくなるんだからさやめるんじゃねえのか。いやいや、やりますよ。やっぱり本当私マージャン営業のおかげで本当に今あるお仕事もらえてるんで。じゃあ、はい、ね、時間もちょうどいいし、はい、いい話しちゃったしそうっすね、うん、だって次はちょっとなんかやばいお題じゃんせっかく今さ私のいい目標語ってさ、はい、なんかこれに行きたくないんだよねこのままの流れで。あーなるほど、うん、改めてちょっと一回、一回タバコ吸った後にしましょう。桃子がね桃子がね結局嫌な人だった葵がね。皆さんの中ではちゃんとめちゃくちゃ早く返してるつもりだ。一番もうだってあれしてます、固定してますよ。固定されて遅い。固定ですよ。